ブラックホールは雑食動物のようなもので、惑星、星、ガスの雲、さらには運悪く銀河系に入ってきてしまったものを何でも食べてしまいます。お腹が空き、宇宙のオブジェクトを狙うわけではありません。近づいてきたものをただ吸い込んでしまうんです。巨大な宇宙体をスパゲッティのように薄くなるまで伸ばし、原子ごとに引き裂きます。ブラックホールは小さなパッケージに入った大量の物質で、まるで太陽の10倍も大きい巨大な星をニューヨーク市の直径と同じくらい小さな領域に押し込めたようなもの。そうすると非常に大きくコンパクトで重力のある密集した光や他のブラックホールでさえ逃げることができないピットが発生します。またそれは一つの固定した場所にとどまることもできません。星、惑星、小惑星、彗星、ブラックホール、宇宙にあるすべてのものが絶え間なく動いています。だからこそ物事は時々とても混沌とするんです。研究者たちはある銀河の中心にある巨大なブラックホールがさらに大きなブラックホールに食べられていることを発見しました。ブラックホールは非常に大きくなる可能性があります。ほとんどの巨大な銀河の中心には太陽より数百万倍、数十億倍の質量に成長する可能性のあるブラックホールがあります。大きくなる方法の一つは同じ種の他のものを食べること。別のブラックホールと融合するブラックホールは宇宙で最もエネルギッシュで強力なものの一つです。想像してみてください。13億年前、2つのブラックホールが互いに旋回しています。大きい方が小さい方を内側に引っ張り、螺旋状に一緒にロックされました。時間の経過とともにその軌道はゆっくりと減衰し始めます。これらの2つのブラックホールが絶えず近づくと、軌道を回る塵とガスの円盤が混ざり合い、激しいそびえ立つ渦が作り出されます。それは伸び、円盤の中心より高くなるんです。ある時点で最終的に一つの非常に大きな超大質量ブラックホールに融合します。融合するとき重力波を蹴り出します。これらの波はブラックホールについて多くのことを教えてくれますが、正確な位置を明らかにすることはできません。そのため科学者は電波、X 線、閃光などブラックホールの位置を特定する電磁信号を必要としています。ブラックホールは目に見えません。しかしそれらを取り巻く宇宙オブジェクトへの影響を検出することはできます。ブラックホールが物質の雲を通過するとき、強い重力が物質を内側に引き寄せます。星や惑星が十分に近づくと同じことが起こります。引きつけられた物質は加速し、非常に速く動き始め、熱くなるんです。そしてブラックホールはその周囲の領域で放射する X 線を放射し始めます。X 線のエネルギーは近くにあるものにも影響を与え、例えば新しい星の成長に拍車をかけることができます。そしてついにボンと衝突します。これはエネルギーの大爆発であり、ビッグバン以来最大の膨張宇宙の一つです。1秒も経たないうちにその衝突は目に見える宇宙の全ての星よりも多くのエネルギーを同時に放出します。ブラックホールは巨大になる可能性がありますが、必ずしもそうとは限りません。恒星質量ブラックホールは太陽に似た質量を持っており、非常に小さい場合があります。2019年に一人の科学者が発見したのは、私たちから1万光年離れており、直径はわずか 19.3km です。破壊の評判がありますが、ブラックホールは星と同様に重力のもう一つの源です。つまり宇宙体がそれらを周回する可能性があるということ。もちろん十分に早く動く必要がありますが、太陽と同じ質量のブラックホールがあるとしましょう。宇宙体が移動しなければならない速度は、距離が同じであれば太陽を周回するのに必要な速度と同じです。とはいえこれはただの理論です。実際には親星同様の質量を持つ惑星はほとんどが核燃料を使い果たし、最終的に爆発した巨大な星の残骸のため、惑星はブラックホールを周回していません。そもそもこれがブラックホールが作られた仕組み。だからこそ近くの惑星が生き残れる可能性は低いんです。しかし30年前、科学者たちは私たちの太陽系を超えた最初の惑星を発見しました。これらの惑星はある種の超新星残骸でもあるパルサーを周回していたんです。
親星の爆発をどのように生き延びたかは分かりません。破壊された後、爆発後に形成された破片から作られた可能性があります。科学者の中にはブラックホールはワームホールであり他の銀河へのトンネルのようなものだという理論を唱える者さえいます。これはつまり飲み込んだ物質を破壊するのではなくどこかに送り出すということです。理論によれば反対側に出入りする物体はブラックホールの反対側にあるもの、つまりホワイトホールを通ってトンネルを出るということ。それはおそらくブラックホールと同じ見た目で回転しているのはもちろん同様の質量がある可能性も、事象の地平線の周りにガスと埃の輪がある可能性があります。事象の地平線は何も逃げられないブラックホールの一部である復帰不能点です。ブラックホールとは異なり、ホワイトホールは光を放ち全ての物質を逃しますが、どれもが再びポータルに入ることはできません。約50年前、スティーブン・ホーキング氏はブラックホールからエネルギーが漏れていることに気がつきました。その後科学者たちはブラックホールからホワイトホールが生まれる可能性があるという理論を発展させました。ブラックホールがどのように消えるのかはまだ分かってはいませんが、このシナリオではブラックホールは非常に小さくなり他の物体を飲み込むほどの強い重力を持つことができなくなります。ということはブラックホールがホワイトホールになる可能性があるということ、そしてその穴は人間の髪の毛のような非常に軽いものに質量が類似していると考えられ、ブラックホールの生い立ちほど劇的ではありませんが内部には多くの謎があります。例えば以前に飲み込んだ全ての宇宙オブジェクトの情報など、最終的にはその情報を吐き出し宇宙を支配するほど大きくなるでしょう。ブラックホールの物質を内側に吸い込むとは反対のホワイトホールの振る舞いは、宇宙が膨張し新しい物体が形成されているビッグバンの爆発と比較することができます。しかしこのようなことが起こったとしても、それは今から数兆年後にしか可能ではありません。そして問題が一つ、いくつかの大きなホワイトホールが宇宙のどこかに形成されたとしても、それらはおそらくあまり長くは続かないということ。出ていく物体は軌道上で物質と衝突するのでシステム全体が崩壊し再びブラックホールに変わります。これは超新星爆発の後に形成されるためです。星、小惑星、水星、銀河、惑星、私たちの目に見える全ての宇宙のものは宇宙のほぼ 5% を占めています。約 25% は実際には見ることができない不思議な物質、つまり暗黒物質の可能性があり、宇宙の全てが重力に合わせて移行するためこのように想定することができます。この暗黒物質は蜘蛛の巣のようなもので素早く一緒に動く全ての銀河を保持しています。逆に反物質もあります。反物質粒子は物質の反対バージョンのようなもので同じ質量ですが電荷は反対、これらが衝突すると反物質は通常の物質を一掃し、その結果が純粋なエネルギーになります。暗黒物質はおそらく宇宙を以前よりもさらに早く膨張させるでしょう。最新の理論の一つで、暗黒物質は恐竜を絶滅させた大規模な小惑星衝突の原因である可能性があると述べられています。宇宙に中心はありませんが銀河にはあります。地球は2億5000万年に一度天の川の中心を一周します。この軌道は単純ではありませんが大まかな予測は可能です。6000万年に一度私たちは銀河円盤として知られている銀河の混雑した地域を通り抜けます。同時に約6600万年前に恐竜を一掃した小惑星など地球の歴史の中の厳しい大量絶滅を追跡できるんです。ニューヨーク大学のランピーノ教授は、暗黒物質には重力があり銀河円盤に入るたびに近くの宇宙体を地球の経路に投げ込む可能性があると言っています。つまり通常は私たちから遠く離れている小惑星や彗星が私たちの惑星に向かって飛んでいるということです。少なくとも私たちが認知している宇宙で最も大きいものはヘルクレス座、カンムリ座、グレートウォールです。これは重力によって結合された直径100億光年の銀河団。最大の楕円銀河は IC1101 で直径は400万光年です。私たちがこれまでに発見した最小の銀河の直径は220光年を少し超えます。かなり暗く星は1000個しかありません。
ちなみに私たちの銀河には1億個の星があります。そして天の川を周回しています。